私のお城に関しての悩みを聞いてくれる？お城について悩んでるんですね。うん。松山城に行った時気づいちゃったんだけど。四国の松山城。はい。私ね、人がいる時にお城の正面で写真を撮る心の強さがない。ああ。いいところで順番待ちしてたりするじゃない？はいはいはい。でそこの順番が来たとして、その順番でちっちゃいスタンドを立てて撮るっていう心の強さがまだ持てません。どうしたらいいんでしょう。そうですかとしか言えないですけど気になっちゃうんですかね。どうなんですかね。あの恥ずかしい、なんか、あ、だから誰もあなたを見てる人はいないよって思えばいいと思います。そういうことなんだろうけど、誰も自分のことは見てないよっていう、そういうことなんだよね、はい、それが理屈では分かってる、別に誰も人のこと気にしてないから、うん、淡々と順番が来たら撮ればいいって分かってるのに、もうね、うん、身をよじるくらいに恥ずかしい。そうなんだ。うわー、無理無理、撮れないって思っちゃって。なるほど。気持ちは撮りたいのよ。私も素敵なお城の前でヤッホーしたいって思う。取れよ、つべこべ言ってねえで取れもう怒られたその城を愛する気持ちと自分の恥ずかしさを天秤にかけてるってことですから。あ、やばい、私自分の気持ちの方が勝っちゃってる。 そういうことですよね。お城様になんて失礼なことを。あ、反省した。そうだ、私自分の気持ちだけ優先したありがとうございます。解決した。では所長、始めましょう。感情言語化研究所。感情の言語化について研究してみようではないかという探究ラジオ。研究所所長、作詞家でシンガーソングライターの畑明です。その感情を言語化してみませんか。マスコットキャラクター、そして漫才師、米粒社協の三九達夫です。この感情に名前ある、この感情なんて言ったらいいの、言語化以前の感覚を皆さんと一緒に言語化してみたいと思います。さあ所長、本日も感情言語化について探究を進めましょう。はい、所長から。はい、私の感情を言語化したいんです。お買い物してですね、こうショップのノベルティとかをくれる時があるじゃないですか。例えばなんかステッカーとか、それはなくていいなって思うものなんだけど、この微妙なものをもらってお礼を言わされる感情。あー、なるほど。いらないって言いたいのに口はありがとうございますって言ってしまう。ありがとうございますって言うぐらい良くない？それがだって嘘ついてるわけよ、その時点で。でもうモヤモヤしちゃうのね。あ、私今大嘘ついてる。いらないですってなぜ言えないの？期待に応えちゃうんだから目の前の人がこれを喜んで受け取ってくれることを期待してるっていうのが読めちゃうと、だその気持ちを優先したいんだったら、もうそれを大事にしたいんだったら嘘つくべきですよ。それと同じくらいの強さで、私は面と向かって嘘をつくっていう悪行にちょっと耐えられないお気持ちだけありがとうございますって言ってグイグイ来るやつをちょっと体から離すとかね。ってことは、お礼を言わされる感情っていうのはもう、ただただ私の問題なわけね、それはもう。まあだから、ありがとうって言いたくないんだったら言わなくていいので、ありがとう言わないゲームをすればいいんですよ。今僕言ってないですよ。だから。お気持ちだけ受け取っておきます。そっか。それでいいのか。うん。で、いや、こちらどうぞって押してきたらどうする？あの、気持ちだけいただいておきます。連発。ボットになる。そっか、そこに感情を入れなくていいんだね、つまり。そうっすね。いや、もうこれで私一体いくつのエコバッグを受け取ったことかエコバッグそんなもらうんだ。エコバッグいらない、なぜそれを作るって思っちゃうんだよね。まあ、素敵なエコバッグですね。お気持ちだけ受け取っておきます、おめでとうございますでいいんじゃない。もうね、先日油断してたのは、靴下を買いに行ったのね。靴下、5足ぐらい買ったのかな、まあ、そんな大した値段じゃないじゃない、はい、そこでまさかグッズが来るとは思わなかったので、エコバッグですよ。エコバッグ、えって、なんかもうありがとうございますもう言う間もなく、あ、こちら入れときますねスポッみたいな。なるほどなるほど、いらない
もうあれをね、捨てる時の罪悪感と自分に対する嫌悪感、お礼を言いながら、大嘘を言いながら受け取ってしまった。あれ何なんだろうね。でも向こうは良かれと思ってやってきてるから良、うん、かれと思っての気持ちを全部受け取らなきゃいけないのかっていう話ですよね、うんうん、あ、そこだ。あの良かれと思ってっていうのが、うんうん、私苦手だわ。めちゃくちゃ俺も苦手だって。あれ善意の押し付けだもん。良、うんうん、かれと思わないでって言いたい。お前基準でのいいを俺に当てはめるなっていう話でしょ、うんうん、そう、それでいいことした顔になってるただ、うん、お店に関して言えば、うん、そういうノベリティって、うん、営利活動ですよね。プロモーションなんで、うんうんうん、営利活動に関してはいりませんって言っても別に全然問題ないと思うんですけど、うんうん、そこはやっぱ頭で分かってても気持ちが整理できないですか。体が自動的にありがとうございますと言ってしまうんだと思う、うん、なるほど。だから訓練が必要だね。あ、お気持ちだけで結構ですっていう。いやだからね、だから畑さん言葉を大事にしていらっしゃる。言葉にちゃんと気持ちを乗っけようとしているので、うん、嫌いですっていうのもあの本当に気持ちを乗っけて嫌いして言いたいでしょ、うん、もちろんもちろん、うん、確かに全部乗っけてるかも、うん、乗っけてるよね、うん、でも、うん、多分世の中の人はあんま乗っけてないんだよ気持ちを。そうだからなんか期待に応える必要はないわけです。向こうもうダメ元っていうか、うんうん、押し付けっていうか営利活動で押し付けてきてるから、うんうん、いりませんっていうことに何のこう躊躇もないというか、うん、え、じゃあ畑さん例えば、うん、街中でティッシュ配ってる人に、うん、ティッシュ差し出されたら、うん、どうしてます。あのね、まず見かけたらすんごい遠回りする避けるもう何メートルか先から、まず接触しない期待をかけられたくない、うんうん、受け取っちゃうからだからあのもう目の前にティッシュが来た時はもう受け取らなきゃいけないな、期待に応えなきゃなっていうことになる、うん、あと急に両手に荷物を持つ、手塞がってますよ、私全然受け取れませんよっていう動作をね繰り出すわけですよ。で期待に応えちゃうんだ、うん、見ず知らずの人の期待にも応えてしまう、うんうん、だってさあのバイト辛いと思うの結構まあそこまでさ、うん、確かにね考えちゃいますけど、受け取ったら助かるんだろうなこの人って思っちゃうじゃない、うん、前に行くと、うん、でも本心はいや今ティッシュはいらないからっていう気持ちなわけですよ。なんで受け取るんですか。目の前を、うん、その強い意志を持って横切れないからそっかいやー病気だな本当に。いやだから病ですよ。どうしたらいいんだこれじゃあ待って畑さん、じゃあさ、なんで詐欺メールに引っかかってないの。畑さん引っかかってんのむしろ、うん、あれだって期待に応えなきゃいけないわけじゃないですか。悪行じゃんあれはいやそうですけど、私の時間を奪う悪行じゃあその、うん、エコバッグ入れられるっていうのは、うん、悪行ではない。あの良かれと思ってでも営利活動じゃん。そうそう、まあ、悪行かな悪行だね悪行だね。悪行と思って悪行と思ってるけど、その入れてる人はもしかしてこれ心の底から素晴らしいエコバッグって思ってるかもしれないっていうちょっと疑いが生じちゃう。もう本当にもう生涯エコバッグ受け取りたくないそこまで言ってんの。うん、買いたい。なんなら。ああ、エコバッグ。好きなエコバッグを自分で買いたい。買いたい。うん。うん、じゃあもういりませんって。そうね、エコバッグ教だと思えばいいのか。エコバッグ教ですよ。布教すんなよって。ポケットティッシュ教でもありますし。うん。そうね、うん、私が信じたくなったら信じるからほっといてっていう。そうそうそう。気持ちを持てばいいね。エコバッグ欲しい時に買うからいらないですっていう。うん。うんうん、言えそうですか。だんだんね。うん、ちょっとその気になってきた。何なんだこのセミナーいや同じね気持ちの人が私といるような気がする。そうだ、ね、いるかもしれない。いや本当に
ちょっとこのね、その還元券聞いてる人はね、ちょっとぜひ私も断れない教ですっていう人をちょっとね、うん、ね、期待に応えちゃう病の人とかね、そう、期待に応えちゃう病の人にちょっとこういう症例でしたっていうのを教えてほしいです ね一緒に克服していきましょう。療養中の人もあと克服したっていう人も、はい、お願いいたします。以上、感情言語化研究所でした。リリックビデオをね、自分で作ろうと思ってたんですよ。新曲今作ってるんだけど、次の新曲の時につけようかなと思って、うん、練習したり準備したりしてたんだけど、はいはい、あまりの完成披露頭痛に、うん、あ、ダメと思って、うん、エンジニアのね、大野くんにね、お任せすること。結局大野くんだよ、全部大野くんだよね、手空いてるみたいな。大野くんの仕事が増えちゃったよ。そうそう、やれちゃうから ね、うん、もう、いや、でもほら、頼れる人が頼っちゃって、そうですね、いいのかなって、まあね、うん、思いました。なので自作もね、ご期待くださいませ。還元券ではお便りお待ちしてます。感情に関すること何でも、感情にちくりと刺さったくだらない疑問、曲の感想、普通のお便りも歓迎です。お便りは各配信場所にあるメールフォームからどうぞ。SNS での感想はハッシュタグカタカナの還元券で共有中。では皆さん、次回も感情の言語化を研究しましょう。バイバーイ。